僕、広子は、韓国のアナウンサー、第16代国会議員。1947年に、三河福岡郡に生まれた。東山高等学校から、団国大学校国文学科に進学して卒業した。1968年、後に、韓国放送公社となる放送局に、アナウンサーとして入局した。1969年から、全州放送局で、 1974年から富山、放送局で、それぞれ、アナウンサーとして勤務した。1986年に、KBS アナウンサー協会長に就任し、1990年に、韓国アナウンサー連合会長に就任した。1994年に、KBS アナウンサー室、TBE 武士館に就任し、1998年に、KBS アナウンサー室室長に就任した。 2000年4月に第16代総選挙で二川西区、高下軍をつ選挙区に民主党から立候補し、16代国会議員に選出され、国会の臨海洋水産委員会委員になった。しかし、選挙法違反の疑いで捜査を受け、同年中に裁判になり、2002年6月に当選無効判決を受けて議員職を喪失した。2005年に、 韓国建設 CLS 協会上金副会長に就任した。2009年に極東アート TV 常任顧問に就任した。2012年に韓国アナウンサーアカデミー会長に就任した。KBS 所属のアナウンサー僕ふと支援は息子である。ありがとうございます。